山川穂高内野手の人的保障として甲斐野博士投手を獲得したと発表した。この日は西武球団が和田毅投手を指名したとの一部報道が流れ、大きな波紋を呼んだが水面下の動きはどうだったのか。甲斐野以外の獲得候補に挙げられていたのは先発の和田毅、内野手の三森正樹、外野手の柳町たちだった。ここから精査と熟慮を重ねて最終段階では和田や三森の名前も残り、さらなる絞り込みが進められていたという。柳町三森会の和田が漏れてるプロテクトってどういうことや。柳町三森までプロテクト外してたとか、逆に誰プロテクトしてたんだよ。柳町外れてるの普通にヤバいだろう。三森柳町までプロテクト外はさすがに考えにくい。三森や柳町漏れるリストってなんだよ。プロテクト枠10しかもらえなかったんか。いやいやいや、誰プロテクトしたん。和田三森柳町甲斐野がみんな外れるリストがあるなら見せてほしい。マジでどういうプロテクトしてたのこのチーム。そんな機密情報をなんで知ってるん。これが事実だったらソフバンも大概やけど、問題不出のプロテクトリストをペラペラ喋る西武関係者マジでヤバい。プロテクトされてなかったんだと聞かされた人はどういう心境なんだろう。本当にそうだとしても報道しないでほしい。ソフトバンクフロントの考えが読めない。やっぱ三森と柳町プロテクトされてなかったんだな。にしても和田をプロテクトしてないのはおかしいよ。ソフトバンク三森と柳町まで外なの。むしろ誰プロテクトしたの笑い。和田会の柳町三森が漏れてるプロテクトリスト。逆に誰をプロテクトしたんだ。三森と柳町漏れてんのおかしすぎて笑うわ。三森も柳町も出てたのヤバいでしょ。てかそれでよく会の選んだな。プロテクトって外部に漏れてていいんだっけか。名前出しちゃダメじゃん。リスト漏れ選手の情報めちゃめちゃ出てくるけど、いいのこれ。これがガチならどういうプロテクトをしてるんや。西武は鼻から甲斐野が欲しかったけど和田って言って大騒ぎにして、その後に甲斐野って言ってならいっかっていう雰囲気を作りたかったんちゃうか。